さあ、松井正道のハミングタイム始まりました。はい、今日はね、いきなり車の中からのわけなんですけれども、はい、今日はですね、スタジオ3チークから一期一会の2人に来てもらっています。戸田雄大くんと伊藤隆成くんです。さあ、なぜね、車に乗っているのかと言いますと、ハミングタイムはね、東京都青梅市を、拠点として放送してるわけですよ。はいはい。青梅市と言ったら、流星くん。山です。山だし、何より流星くんの地元なんだよね。なので、今日は流星くんに、この青梅のいいところをなんか、案内してもらいたいなと。ああ、いい。でしょ？いいですね。ねえ、そして戸田くんも生ギターを持ってるから、そうなんです。せっかくだが、ギターあるから、なんか、突然、いいスポットで歌い始めちゃったりね。なんかしながら、青梅を歩きながら、ちょっと冒険をしてみようかなと。はい。いうふうに思ってます。ありがとうございます。行ってみましょう。では、まずね、その山へ向かって、ドライブをスタートしたいと思います。じゃあ、流星くんの家の近くの方までね、まず行ってみようと思います。じゃあ、出発進行。進行。そしてさらには、この車中でね、戸田くんが、歌を、歌ってくれるというあれだね、一期一会の新曲ができたんでね。ああ、そうですね。ね、それをちょっと今日は、まあルカ君は今日はちょっとお休みということで、はい、まずね、二人で車の中で固めながら行っちゃってもいいじゃん。固め、ちょっともう本当に自分の本当の作業に一人作業になっちゃうんですけど。あ、一人作業になっちゃうね。なっちゃうし、あの本当にいよいよそうシンプルに二人でなんか会話してもらって、うん、会話しながらの、はい、そうか、じゃあ流星くん青梅の、はい、こうなんか自分的な育ってきて、あ、ここいいスポットだなみたいなとこある？やっぱうちの近くの山道です、うん、山道ね、はい、いいこと言うね。これって右だっけ？これ右だよね。山道行っちゃおうよ。山道、今日はもう春だからね、暖かくなってきたんで、もうせっかく男の子、若い男の子二人だし、はい、走り回りましょう。あー、やったー。いや、これ流星くんまだ結構先なのかな、ハーキングコースは。もう少しやな。もう少しか。ただね、熊に注意っていうのもなんか書いてあったね。あー、なんかでもあっちへ誘うよね。あっち行ってみようか。もうハーキングコースじゃなくなってるけどコースじゃない、コースではないよね。無事に帰ってこれるかどうかっていうね、非常にありますけれども。セロ大ね、行ったことないとこ行くのもうたまらないでしょ。さあ、あれもうそそるな。そそる道出てきちゃったよ。そそりますね。そそるね。お、早速素晴らしい分岐点が出てきましたけども。さて、ここにこちらの流星くん側の道と戸田くん側の道があるわけですけれども、これはもう山に来たら自然的に棒を使ってね、行き先を決めずに行きたいと思います。じゃあ流星くん、それをどうしようかな。それじゃあ投げてみて、上に投げてみて落ちた方向で行きましょう。こっちが先、そっちが先っちょね。そっちの方向、うん、より近い方に行きます。はい、か重い、いや本当だ、思いっきり帰る方向来たね。面白いね。はい、もう一回いきます。はい、ブーンっていった。こっちだね。よし、じゃあ戸田くん先を歩いてください。はい、じゃあこちらの行ったことのないね、一応一期一会の流星くんと戸田くんが進んでいきます。虫がね、戸田くん虫大好きだもんね。ああ、検索できるね。あ、こういうところ、あ、ここなんかもね、もうすでに基地発見だよね。ね、ここでちょっと食事なんかしたらいいんだよ。貝塚。サイズ感がまるで分かってない。分かってないね。さあ進みましょう。おお、これはいいな。道なき道とはこのことだね。一応皆さん、こういうね、山入るときは鈴だとか、そういう音の鳴るもの。あ、ちょうど戸田くんのギターに
リンリンなんか鳴ってんね。リンリンは鳴ってない。あ、ギターが引っかかりましたね。こういうトラップポイントもありで。あ、流星くんが新しい歩き方をちょっと見つけたんで、両サイドにステップで若島津健のように三角跳びのようにして、それもちょっとリズミカルにいこうか。あ、いいねいいね、さすがさすが、いいですよ。一人ギターを背負ってるから結構辛いという、ね、戸田選手いますけど、ね、辛くない、辛くないよね、楽しい。しかもこの先に歌が待ってると思えば、うわ歌いてこんなに歌いたくない歌いて初めて聞いたよあっと、あ、ちょっと戸田選手、はい、ここ登りたくなるポイントありましたよ。これ登りたいよね。じゃあ龍瀬くんまず登ってみようか、うん、向こうの景色をさ、何があるその先に。マジで道なき道じゃなくて、あら、じゃあ、もしもいつか二人が、あれ行き止まりになった。あ、本当だ、ここが最初の動物たちに向けて歌うポイントなんじゃないの。あ、本当だね、行き止まりですね、行き止まりです。ほら、うん、まだまだ、はい、内容ないね、内容ない、内容ないね、編集しても面白くならないってすごいよねよいしょ、これ軽やかに降りてくるからね。おお、これはもう地元の流星くんでもここは初めて。お、気持ちいいですね、気持ちいい。しかもこの鳥のさえずり、ただこれ歩いててもあれだから、何かこう面白いことをか何か面白いことが必要なんじゃないかなと思うんだけど、なんかね、ここにちょっとこういう登る方向があるんだよね。まあゴール見えてんだけど、なんかあの上はちょっとひょっとしたら歌うポイントなんじゃないかなと思っちゃって。嬉しいだよね、戸田くんがもうめっちゃもう嬉しいし、流星くんも歌いたいって言ってるから、ちょっとこれ上がってみましょうか、ね、そっちへね行ってみましょう。うわ、素敵なベンチ、素敵なベンチがあるから、嬉しいな、嬉しいね、嬉しいな、入念に虫がいないか確認する戸田雄大。こういうね、木の皮の中にスズメバチとかね、いる可能性もございますので。なるほど、気をつけてください、気をつけていただいて、はい、まあ、一応ギター持った方がいいかなじゃあここをせっかくなんで、まあ、タイムアタックした方がいいかなというふうに思ってて。確かにね、なんで僕口で数えるので、用意ドンからあのてっぺんの草が積まれているところ、あそこまでまず行ってみましょうか。行きますか、ね、じゃあまず流星くんからピョンピョンピョンと、ルートも自分の今このルートをシミュレーションしていただいて、どう行くのがあの上のポイントに山小僧としては行くのが最短か。もう頭の中で計算できたかな。10秒でいける、10秒であそこまでいけるという流星くんの、ではチャレンジ行ってみましょうか。それでは行きます、位置について、よーいスタート、1、2、3、4、5、6、6秒、早い、すごい、じゃあそこでちょっと待っていただいて、戸田選手ギター僕持ってくんで、はい、ギター持ってくんで。申し訳ないですね。とんでもない。これやっぱりね、6秒の後、はい、どう攻めるのかっていうね。あそこで、悠々と流星くんが待っております。この山をどう攻略できるのか、戸田雄大。どう攻略していこうと思ってますか、戸田選手、ここ。フィーリングです。フィーリングだけ、はい、フィーリングだけで、はい、もう大体ステップの感じとかは。もう
ぴょんぴょんぴょんって感じで。なるほど、はい、優秀なあの流星選手が6秒で登り切ったって言うんですけど、はい、何秒で？6秒で。6秒で同じタイム。あの、こそうとはしない。こそうとはしない。こそうとはせず、やっぱり素敵な仲間だから。仲間だから、メンバーだからね。一期一会のメンバーとして同じ6秒で行こうと、はい、いうことですね、はい、それでは準備はよろしいですか。はい、はい、行きます。それでは位置について、よーい、スタート。1、2、3、4、4秒。早すぎでしょ。お、すごいね。じゃあこれ歌うポイントがあるので。あ、すごいいいステージじゃん。あった、探してたところあったよ。あ、嬉しい。嬉しいな。あれ、ちょっと待って、これなんかちゃんとなんかそういう場所、三角点、三角点、三角点って見晴らし台。あ、本当に見晴らし台だ。見晴らし台なんだね。あ、じゃあここから見晴らしていいですよっていうところだったんだ。あ、そういうことですね。うん、あ、なるほど。この山で一番高いところで歌う一期一会のデビュー曲、ことことを聴かせていただきたいと思います。古い街並みにある茶色の屋根のカレーショップ、君が働くこの店の辛いカレーに合い最初の頃はあまり愛想もなかったけれど、いつからか頼んでいないサラダをつけてくれる。デートに誘うのにかなり時間はかかったけど、いつしか僕の恋は二人の恋になってた。味わい深い二人になる。